どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日動画解説させていただいたこちらですね、アメリカ国内のヒルトンホテルで期間限定でね、朝食特典が休止っていう風にね、7月1日からなるということで、こちらの動画で解説させていただいたわけなんですけども、こちらのね、詳しい詳細がですね、分かってきましたので、今回ね、動画解説やっていきたいと思います。前回のね、動画もそうですし、今回のね、動画もそうなんですけども、あくまでですね、この話はですね、アメリカ国内のヒルトンホテルが対象っていう風になっておりますので、2021年7月1日現時点ではですね、日本のヒルトンホテルには適用にね、なっておりませんので、この点をね、覚えておいていただきですね、この情報気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。でですね、前回の動画でね、解説した通りですね、2021年の7月1日からですね、2021年12月31日までの間ですね、ヒルトンホテルはですね、アメリカ国内のヒルトンホテルのね、ゴールドステータス、ダイヤモンドステータスのね、特典の一つである朝食特典っていうのをですね、一旦休止してですね、デイリーフードビバレッジクレジットっていうね、特典を追加しました。で、このデイリーフードビバレッジクレジットっていうのはですね、まあ名前の通りなんですけども、ホテルクレジットっていう風になりまして、ホテルのね、飲食代等々にね、利用できるっていう風になっているわけなんですけども、前回のね、動画ではですね、このもらえる金額についてですね、まだ詳細が分かってなかったんですけども、この点がね、明らかになってきましたので、で、今日話すね、内容に関しては、ヒルトンのね、日本の公式サイトには、まだね、記載がされてないわけなんですけども、アメリカのね、公式サイト、まあ、英語版のサイトですね、こちらについてはですね、記載がされているっていう風になりますんで、詳しい内容ね、見られたい方は、概要欄にね、載せておきますので、こちらね、Google Chrome とかね、翻訳すると見ることができるって形になっておりますんで、気になる方はね、そちら見ていただければなと思います。でですね、今回変更になるこの朝食特典っていうのがですね、まあどの部分が変更になって、まあこうなっているかっていう話なんですけども、ヒルトンのね、ゴールドステータス、ダイヤモンドステータスにはですね、ステータスの中にマイウェイ特典っていうのがあるんですよね。まあこれもね、ステータスの一部なんですけども、こんな感じでですね、ホテルブランドによって特典がね、記載されているんですよね。こちらね、マイウェイゴールド会員ホテル特典ということで、ヒルトンホテルの最高級ブランドですね、ゴールドファーストリアホテル&リゾーツ。こちらの場合だと、空室状況に基づくプリファードルームへのアップグレード、1滞在につき1000ヒルトンオーナーズポイント、または滞在中、ホテル内指定レストランにて無料でご提供するコンチネンタルブレックファーストっていうね、まあこんな感じでね、記載がありますよね。このね、マイウェイ特典に記載されている朝食内容の部分がですね、このデイリーフードビバレッジクレジットに切り替わるって言った形になるんですよね。またですね、このゴールドステータスの場合はですね、デイリーフードビバレッジクレジット、もしくはヒルトンオーナーズポイントね、1000ポイント、どちらかね、選択するって言った形になりまして、ダイヤモンドステータスの場合はですね、デイリーフードビバレッジクレジットとヒルトンオーナーズポイントね、1000ポイントがもらえるって言った形になってるんですよね。ここでね、一応ゴールドステータスとダイヤモンドステータスのね、ちょっと境目がね、できているって言った形になります。で、日本語のね、公式サイトにはね、記載がないんですけども、アメリカのね、ヒルトンホテルの公式サイトにはもうこんな感じでですね、公式サイトの表までね、変更されて記載がね、されているっていう風になっておりまして、先ほども言ったようにですね、こちらはマイウェイ特典っていうのはですね、ホテルのブランドによってね、異なるっていう風になっておりますんで、金額がですね、このホテルブランドによって変わってくるって言った形になるんですよね。でですね、もらえるデイリーフード&ビバレッジクレジットの金額についてなんですけども、こんな感じにね、なっているんですよね。ホテルブランドによって金額が変わるということで、ウォルドファーストリアだったり、LXR、コンラッドであればですね、1名宿泊なら25ドル、2名以上でね、宿泊したら50ドルがね、もらえるって言った形になります。またね、ホテルブランドがヒルトンであったりですね、ダブルツリーバイヒルトンになるとですね、少し金額が下がって12ドル、またはね、2名の場合は24ドルっていった形で、まあこういった感じでですね、ホテルブランドによって、このデイリーフード&ビバレッジクレジットっていう金額もですね、変更になるっていった形になるんですよね。で、この、こちらの表の下の方にですね、米印がついてると思うんですけども、こちらはですね、ホテルの市によってね、金額が変わるということで、まあこのボストン、ニューヨーク、コロンビア、シカゴ、サンフランシスコって言った形書いてあると思うんですけども、この米印がついているところはですね、12ドルになって、まあついてないところであれば15ドルって言った形になるんですよね。まあこれはね、なんでこうなってんのかちょっとわかんないんですけども、ホテルのね、場所によって、このデイリー&
フードビバレッジクレジットの金額も変わるっていった形になります。まあね、パッと見るとですね、ウォルドーフアストリア一泊宿泊すればね25ドル、まあ2名以上でね宿泊すれば50ドルがねもらえるということで、まあ一見するとね、まあいいように見えるところもねあるかなっていうふうに思うんですけども、やはりねホテルの朝食っていうのはとても高いですので、まあこれがね、まあ2名で泊まって50ドル、このデイリーフードビバレッジクレジットがねもらえたとしてもですね、まあそんなにね朝食食べませんっていう方であればですね、まあある程度カバーできるかなと思うんですけども、朝食をですねがっつりいただく方からするとですね、まあ到底ねこの金額では、まあ、ちょっとね足りないかなっていうふうに思うわけなんですよね。やはりこれはですね、特典の変更っていうよりかはまあ解約っていった形ですよね。公式サイトにはですね、デイリーフードビバレッジクレジットになったことで持ち帰り用の朝食も問題ありませんみたいなね、まあこんな感じで記載があるわけなんですけども、まあこちらねステータス特典でまあいただける金額っていう風になっておりますんで、まあ個人的にはですね、まあ朝食特典をね中止して、まあその代わりのねあの特典っていうのであれば、もうちょっとですねどうにか金額を上げてほしかったなっていうところですよね。それでは次にですね、こちら連泊した場合がどうなるかっていうね話なんですけども、英語の公式サイトを見るとですね、一応日にごとにこちら付与されるっていうね記載が書いてあるんですけども、こちらね翻訳サイトとか翻訳アプリとかね、まあそういったので結構ね変換したんですけども、日本語にね変換すると、まあ1泊ずつもらえるのか、1滞在だから連泊した場合であっても1回もらえるのかっていうのがちょっと判断つかないんですよね。でこちらのね情報が出まして、ちょっとねヒルトンタイヤデスクにこちらね聞いているところなんですよね。でこちらねまだ回答が上がってきてないっていう風になりますんで、この動画編集している際にですね、正式な回答がね来ましたらですね、ちょっとここらにね字幕出しておきますので、まあそちらをね見ていただければなと思います。多分ね一応公式サイトにはパーデイっていうね一泊につきっていうのがね記載がされておりますんで、一泊ずつ付与されると思うんですけども、まあこれがね1滞在だから2、3連泊しても1回しか付与しないみたいなね、まあそうなってくるとですね、ちょっとこれはねかなりの解約にねなりますんで、おそらく毎日付与されるのではないのかなと思ってるんですけども、一応ね公式デスクにね回答を待っておりますので、ちょっとここら辺のね字幕であったり、またねこの動画の編集中に回答いただけなければですね、またね動画のコミュニティ欄とかでもですね発信していきたいなというふうに思っておりますので、この点はね覚えておいてください。またですね、ヒルトンホテルの予約する際には、ポイント予約であったり、ポイントと現金ですね、ポイントキャッシュっていうね、組み合わせした場合であっても、予約することができますよね。で、このフード&ビバレッジクレジットの特典に関しては、こちらね、ステータス特典っていう風になりますんで、ポイント宿泊であったりですね、ポイントと現金組み合わせた場合であっても、このデイリーフードビバレッジクレジットっていうのは、付与されるっていった形になります。でですね、こちらの適用はですね、2021年の7月1日から2021年の12月31日までっていう期間限定でね、この朝食特典が一旦休止して、デイリーフード&ビバレッジクレジットっていうのに切り替えられているわけなんですけども、こちら予約した時期にね、関わらず適用っていう風になりますんで、まあ今日ね、2021年7月1日、今日からね、適用なわけなんですけども、予約をね、もっと前にしてて、実際にね、宿泊するのは7月1日から12月31日までの間であればですね、こちらね、適用になります。ということで、以上がですね、今回ね、分かった発表内容っていう風になります。いかがだったでしょうか。今回ですね、ヒルトンホテルのアメリカ国内のですね、期間限定の朝食特典休止の詳細についてですね、解説ね、させていただいたわけなんですけども、冒頭にもね、言いました通り、こちらはですね、2021年7月1日から12月31日までの期間限定の適用っていう風になりまして、またね、アメリカ国内のヒルトンホテルのみね、適用っていった形になりますんで、日本にはね、入ってきておりません。で、今後はですね、こちらはまだわからないんですよね。まあおそらくね、これコストカットだと思うんですけども、個人的にはですね、こちらがコストカットであればですね、朝食を提供するよりですね、デイリーフードビバレッジクレジット付与している方がね、節約になるかなっていうふうに思いますので、まあこう考えるとですね、今後ね、日本に適用なんてこともね、ゼロではないかなっていうふうに思っておりますので、ちょっと
とビビりますよね。いずれにしてもですね、ヒルトンアメックスクレジットカードね、今年発表されましたけども、こちらのクレジットカードね、特に一般カードですね、発行するだけでゴールドステータスになって朝食はねいただけるということで、こちらね発行検討されている方はですね、今後ねどうなるかわからないっていうこともですね、頭入れといていただいてですね、発行ね検討してみていただければなと思います。まあもちろんね、今現時点では日本は適用になってないんですけども、まあ今後ねこれもどうなるかわからないっていう部分がねありますので、まあ注意喚起の一つとしてですね、覚えておいていただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。